はい、皆さんこんにちは、わなりぐるみしです。信長の野望創造戦国志で、織田信忠でのプレイ続きをやっていきたいと思います。まあ、ここまでのですね、あのあらすじというか展開を話しておきますと、本能寺の変で、光秀に討たれた信長なんですが、オリジナルのシナリオを入れてまして、信忠は生き残るという形にしています。ただし、その信忠生き残った後の織田家はバラバラになってしまい、かつ家康や北条といった有力大名とも手切れになったというところでプレイをしています。で、今は家中を統一するっていうのを前提にですね、1585年の1月まで他国への侵略はしないという縛りを入れてます。一方、攻めてくる敵に関してはもちろん防衛戦はやっていくというところですね。では続きをやっていきましょう。現在の勢力図こんな感じになってますね。織田家は8万2000、ちょっと兵数は減らしてますね。徳川は4万2000、まず当面今徳川とガチガチバチバチやり合ってますんで、ここをね、なんとかしのいで、1585年1月までこぎつけられれば、独立していった武将たちを再度ね、攻めて吸収していくっていうことができるかなと思いますので、そこをね、目指して頑張っていきたいと思います。では、まず今回もですね、やっていくことといえば、何はともあれ城の改修ですね。最前線となるところに関しては、ひたすらに城の耐久を上げていきましょう。特に今注意しなきゃいけないのが、対徳川の最前線ですね。ここに関しては枡形門は必須になってくるかなというところですね。もう本当に本多忠勝クラスの武将相手になると、城門が本当に溶かされるように、あっという間に突破されてしまうというのが、実情ですからね。さあ、まずはこんくらいかな。また木材がなくなってるので、一旦これで終わりにしていきましょう。で、今防衛戦を展開しているところで言うと、この清水山城に関しては、浅野勢が攻めてきてるんですが、これ二条城から出した兵6000で守らせています。膠着状態ですね。で、徳川勢がいつ攻めてきてもおかしくないのが、この信濃近辺なんですが、南信濃に唯一残っているこの木曽福島城の防衛はもう絶対ですね。あとは、苗木、岩村、この辺りの美濃。それと、あとはこの尾張ですね。この辺りはね、しっかり守っていかないといけないところかなというところですね。ちょっと外交面を見ておくと、敵視ばっかりだな。織田を敵視していないところなんてないですね、これ見た感じ。外交で何かを解決するっていうのは無理だな。となれば、朝廷工作をしておきましょう、いざという時のために。何はともあれ、あと1年くらいかな、ちょうど。しのぎきる。金森家と戦になるのは回避しましょう。ご命令ください。報告します。そした報ら、告します。さすがにそろそろこの6300を出したままにしとくと、兵糧を食いつぶすので一旦返しましょう。戻ります。返すとね、結構はすぐにまた軍勢を送り込んできたりするんですよね。この清水山城の拡張もちょっと早めに検討した方がいいかな。兵糧を売って何な金りにと変えまおしょう。申し付けよ。で、木材を買っていきます。
で、清水山城の強化をしましょう。この清水山城が清水山城だけで守れるようになると、何が良くなるかっていうと、二条御所から兵を出さなくて済むので、それはとても助かりますね。あとこれ見ましたけど、今御所がかなり守りが緩いな。御所は絶対取られたくないので、御所の守りは早急に固めましょう。で、お金がなくなったか。じゃあターンを送っていくしかないかな。今攻められているところはないので、これでターンを送っていきましょう。そしたら今度また攻めてくるんだよね。敵が迫っております。そしたら出陣します。一度引きつけて、ここまで引きつけましょう。清水山に行くのではなくて安土に入って。承知いたしました。待て、こやつはどこを攻めるのかというと、金ヶ崎を攻めるのか。であれば御所の軍勢は引っ込めて、起乗します。信忠本体が我が策お見せしましょう。この4000の兵を潰しにかかりましょう。そうすればしばらく攻めてこれなくなるので、この4000を潰せばしばらく安土城近辺が静かになるんじゃないかな。ご命令ください。報告します。とにかく本当にね、この家康との国境に関しては徹底して防御を固めていきましょう。で、追撃をしていきましょう。奥深くまで入り込んできた。出陣するぞ。浅井の手勢を迎え撃ちます。ここで浅野ですねを潰しておけばしばらく本当に安心ですから。必ずや勝つ。付け出しいたす。行くぞ。持ってる戦法は神速と平塚為広は底力と神速と轟の声、時の声かな。よし、じゃあこれは正面からぶつかって十分に勝てるでしょう。始めろ。承知いたしました。もちろん兵力の消耗は避けたいので、かしこまりました。挟み撃ちにしていきます。これでこの浅野の4000を潰したので、逆にね、浅野を攻められる状況が出来上がりましたよね。戻ります。敵が我が領内に向かっております。勝家が攻めてくるのか。勝家を撃退するために信忠自ら動きましょう。もうすでに兵を出していたので、この兵をそのまま ご命令ください。報告します。先月の収支です。守りにつかせましょう。800しかいないので、ここはちょっと守りきれないですからね。このままだとこれはしょうがないですね。きっちりと信忠の軍勢で撃退を図っていきます。
まあでもやっぱり今一番心配なのがこの家康との国境ですからね。ここはしっかりと防御をしていきます。で、またお金がなくなったので、お金がなくなったら兵糧を売っていきましょう。御用は何ですか？まあしばらくね、大きなあり兵力がはとうご動ざかいさまなしい予定た。なので、そういう意味ではすごく兵糧はね、売りやすいかなと思いますね。で、兵糧を売ったら今度はその金の一部を使って木材を買っていき御まし用ょう。は何ですか？木材もなくありながとうるごのざいがま早しいでた。すね、やっぱり。城の改修を大々的に進めてる今は。で、包囲された時にきっちりと出陣できるように、ボズメが到着した時にきっちりとね、攻撃できるように、出丸もね、やっておきましょうね。本当はね、クルワとかもさっさと作ってしまいたいところではあるんですが。じゃあこの辺りはいいですかね。で、進めていきましょう。柴田勝家の迎撃戦に入っていきます。これ勝家もここ辺りで潰しておければいいんですけどね。ここは一旦騎乗します。勝家が兵を引いたので、こちらも兵を引きましょう。おっ、待て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 、勝家があそこに駐留しているってことは野戦に持ち込めますね。侵略するわけではないんで、叩いておきましょうか。侵略はしないけど、叩いておくというのもありですよね。ガムを氏我郷がも出しま策、しょう。お見せしましょう。ご命令ください。報告しまで、す。ち報な告しみまにです。すね、近々の海外遠征の予定ですね。タイ旅行の方にですね、ツイッターとか、あと、タイ氷支店のご覧いただいた方はご存知かもしれないんですが、行ってきました。つい先週ですね。本当にね、楽しくて日頃の疲れを癒してもらったんですが、次、タイの旅行の予定、今だと3月を予定してます。ただ、ちょっとそれまでね、待てなそうな気が自分の中で今してきてまして、できればね、12月ぐらいにもう一回、年内にね、遊びに行けたらいいなぁと思って、仕事と折り合いをつけられればなぁと思ってます。ですので、もしね、訪問の方が決定したら、ツイッターとか、あとはね、この実況動画の中で、お知らせをしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんもですね、そのあたりまたお楽しみにしていただければなぁと思ってます。さあ、ここは野戦で勝出家陣をするぞ。撃っておきたいけど、勝家がさらに兵を引きましたね。そしたらこちらも騎乗兵をしまし引いてょあげましょう。さあ、あと10ヶ月。10ヶ月経てばこちらも侵略ができる。敵が我が領また内に向勝かっ家ておりがま兵をす。引いたと思ったら攻めてきたか。そしたら今度こそ勝家を撃滅しましょう。我が策、お見せしましょう。出陣するぞ。ご命令ください。報告します。報告します。そしたら進出もしておきましょうね。で、肝心の回収ですが、ちょっと鉄不足になってきてるかな。ちょっと鉄を買いましょう。御用を承ります。木材はまだちょっとはあるかな。なので、この状態で回収していきましょう。
今後戦闘を激化するところがどこかっていう観点でいくと、まず2条5条は絶対に守りたいので大きくしましょう。で、あと大きな軍勢も入れたいので2条5条はね、さらに車とかそのあたりもきっちり整備をしていきたいと思います。ここで行きましょう。ついに勝家と先端を開くことができましたね。進むようです。お任せください。続きなさい。臨戦鼓舞激励持ってますね、信忠隊は。で、ガモン氏里はというと、中間打ち。たださすがにあれですよね、勝家相手に正面からぶつかってると兵力の消耗が激しいので、承知いたしました。ここは氏里を回らせましょう。で、臨戦使ったのでここで一気に乱戦に持ち込みます。で、射撃強化系なので、これで決まりです。ガモ氏里に関しては、かしこまりました。まあ乱戦ではなく射撃戦に持ち込みましょう。ここが勝負どころよ。地球全てを込める。続きなさい。何、まずいな。ここで忠勝じゃない、混乱をさせられたか。お任せください。さすが勝家だ。ただここはガモ氏里で一気に勝利を取りに行きましょう。敵将捕獲しました。これでしばらく勝家も静かになるでしょう。でね、ニュースとかで皆さんご覧になってるかもしれないんですけどね、タイの王様が亡くなられたということでね、本当に、タイの方に何度も遊びに行かせてもらってるんで、タイの国民の人がね、いかにタイの王様を尊敬して慕っていたかっていうのは、少しぐらいはね、理解してるつもりなんで、本当にね、心からご冥福をお祈りしたいと思います。いろんなところにやっぱり王様のね、肖像とかが掲げられてたりとかして、本当になんていうのかな、慕われてるんだなっていうのがよく分かっていましただけに、まあすごく残念だなとは思うんですが、しばらくはその1年間はね、喪に服すみたいな形になっているので、お祭りとかね、そういったイベントがもしかしたら向こう1年間タイの方ではやらない、まあちょっと分からないですけどね、行かれる方とか興味ある方はね、ご自身で確認をしていただいたらいいかなと思うんですが、そういう可能性もあるので、そのあたり本当にね、旅行でタイ行きたいとか行く予定あるよっていうような方は事前にね、確認をされた方がいいのかなとは思います。特に旅行代理店とか通す場合にはね、そのエージェントに聞けばいいかなと思うんですが、個人手配で行く方はね、自分で情報収集しなきゃいけないかなと思いますので、このあたりは本当に事前に確認をされてから行った方が楽しめるんじゃないかなと思います。さあ、あと6ヶ月経てばいよいよ他国への侵略ができるようになりますね。我が戦お見せしましょう。ちなみにこのあたりは小競り合いが発生してるな。浮田勢と毛利勢がぶつかってますね。この高松城、備中高松城、秀吉の水攻めで清水宗春が自陣したあの備中高松城をめぐって浮田勢と毛利勢が戦ってますけど、これ浮田と毛利が正面からぶつかったらさすがに毛利の方が圧倒的有利ですね。浮田はどっかと同盟をしているかというと秀吉とだけですね。あ、秀吉っていうか、まあ、秀長かな。これだとちょっと厳しいんじゃないかなって感じですけどね。さあ、では送っていきましょう。お、
真田が北条に滅ぼされたか。ん、確かにこの上田城、小諸城、沼田城あたりが全て北条の手に落ちてるな。で、上杉もきっちり上田を抑えてますね。ここはもう関東の北条と上杉、このあたりはかなり大きくなってますね。ちょっと予断を許さない状況が続きそうですが、今城を強化したことによって徳川勢の侵略をちょっとね防ぐことができているので、このまま徳川勢の侵略を防ぎつつ、時が来たら独立していった武将たちを叩いて取り込んでいきましょう。ご命令ください。報告します。報告します。それだけで多分だいぶね変わってくるんじゃないかなと思いますので、あとはやっぱり今後大兵力を動かしていく必要が出てくることを考えると、城を回収して大きな兵力を収められるように車とかをねちょっとこの後整備していく必要があるかなと思います。今まだ北条徳川あたりを同時に敵に回すとねかなり苦戦する可能性がありますからね。姉小路家がねどう動くかっていうのもありますね。今ちょうど国境を接している大名家でいうと徳川、北条、北条は今は接してないのかな。そう考えると姉小路、筒井、このあたりになるんですよね。で、姉小路に関して言うと拠点4、武将6、兵数6000なんですね。決して大きくはない。一方筒井も拠点3、武将14、兵数1万で、小田はというと約9万なので、このあたりのね勢力を早めに潰しておけばあとは楽になりそうな、そんな感じです。そうするともう本当に旅行の話をしながら半分ぐらいコンピューターに任せつつプレイができるんですけどね。さあ、ではターンを送っていきましょう。ちょっとここタイから戻ってきてしばらくすごくね仕事の方が忙しくて、なかなか心身ともにやられ気味なんですが、何度かねこの今の時期を耐えてまた12月にタイに遊びに行って、で年末は奥さんとね、ロサンゼルスの方に行って年越しをする予定なので、それもねすごく楽しみだし、2月にはまた奥さんと上海のディズニーランドに遊びに行く予定です。で、3月はさっきお話した通り再びタイの方に遊びに行く予定なので、ちょっとねイベント目白押しだっていう風に自分で思って、この先ね辛い社畜生活を耐えていきましょう。表情を始めます。報告します。もう少しね、なんていうのかな、早く帰れるというか、チームが機能したり個人に依存しないような仕事の仕組みがやっぱりね出てくればいいんですけどね。日本の会社も日本のお客様もやっぱり非常に求めるサービスのレベルが高いですからね。それがいいか悪いかっていうのは別なんですけど、例えばよく言われるのが日本のホテルのサービスですよね。すごくいいと。外国、アメリカとかも含めて外国はすごく高い値段でも日本のホテルの中級レベルのホテルのサービスよりも低かったりしますからね。設備とかそういったところは置いといても、
まあ、やっぱり国民性っていうのもあるんでしょうけど、そういうところを求めてないんですよね。サービスが高いければ高いほどいいというか、そういったところを求めている国民性じゃないんでしょうね。日本だともう本当にね、みんな真面目にこれでもかというぐらいに必死こいてやってますけど、なんかそんな感じでもないんで、もちろんそういう仕事に疲れてる方っていうのはいると思うし、きっちりやっていかなきゃいけないところかなとは思うんですけど、まあ一日中全部の時間、それが毎日毎日だとね、なかなか気を張り詰めてると疲れてしまいますよね。ただ外国だと休みがきっちり取れるんですよね。長い休みはきっちり取れる、まあ、そこでしっかりリフレッシュする、まあ根を詰めて働いたとしてもきっちりリフレッシュできる環境が整えられてるますからね。日本はというとどうでしょう、有給休暇半分も使えてない人の方が多いんじゃないですかね。まあ、少なくとも僕はそんなにね、有給をがっつり取れてはいないんで、先月の収支です、報告します。今だと僕がですね、年有給積み立ても含めて今年に42日分有給があるんですけど、これがね全然使えてないんで、毎年有給をドブに捨てていってるんですね。で、まあ自分のなんていうのかな、仕事の考え方みたいなところで言うと、やっぱり20代の頃ぐらいまでは多少無茶してでもね、がむしゃらに働いて、まあなんていうんですかね、月並みな言い方ですけど、出世してとかっていうのも考えてた頃もあったんですけど、結婚してからやっぱりね、奥さんとの時間とか自分の時間とかを大切にしたいなーって思うようなことが増えてきて、有給休暇、そうですね、42日あるうちの、まあ、15日間ぐらいはね、取るようにしてたんですね。それ以外に、まあ、夏休み代わりの特別休暇みたいなね、扱いのものが7日間ぐらい割り当てられているので、まあ、その有給休暇と特別休暇をうまく使って旅行とかしていたんですけども、ちょっとここ、本当に、1年ぐらいですかね、忙しくなってしまって、有給がほとんど使えなくなってきている状況もあるので、使ったら使ったで仕事が溜まって忙しくなるっていうね、悪循環が始まってますんで、ちょっとね、なんか考えていきたいなっていうところなんですが、お、ここは勝手に秀吉が攻めてるな。まあ、ここは勝手に攻めさせてるので、一旦帰らせましょう。攻めちゃダメだよ。またね。城へ戻る。上杉もだいぶ進出してきてるな。早めに上杉も叩いておきたいところですが、あと3ヶ月ですね。耐えましょう。で、ここいらでまたお金が少し溜まってきてるので、木材と鉄をがっつり買っていきましょう。その上で、ありがとうございました。例によって回収を進めていきます。御所の規模をとりあえず、マックスの第7段階まで進めていきましょう。で、安土城はもうすべてやることやったんで、あと沢山城とかがね、まだまだって感じですね。こっからは、そうだな、各城も少しずつ回収していきましょう。せめて、城門ぐらいは一つ二つ、レベルを上げておいてもいいかなって気もしますしね。縄文はもうくどいように言ってますが、あっという間に溶かされてしまうんで、しょぼいと。それはね、城を守ることができないことを意味しますので、なんとかしましょう。問題はここだな。一つ飛び石になってるこのタクタ城で合ってるかな。このタクタ城はもう捨てだな。タクタ城に木材と鉄を使う余裕はないので、ちょっとあそこは申し訳ないけど捨て。攻められたらちょっと指を加えて見てみましょう。そんなところかな。今のお金の状況を見ると、木材もまたなくなってますね。さあ、タクタ城に早速5000の兵が出てますね。これ5000の兵出してきてるのは誰？
金森長近か。金森長近ごときっていう言い方をすると大変失礼ですけど、この長近に落とされるんだな、そこは。このまま行くと、表情を始めます。報告します。報告します。あといよいよ1ヶ月ですね。この1ヶ月を耐えれば侵略戦ができるようになる。これこの先考えるとちょっと上杉勢にも備えていった方がいい気がするな。上杉勢に備えるという意味では北陸方面ですね、ここの城の回収も急ぎましょう。特にね、馬出しは作っておかないと囲まれた時に出撃できなくなるので。火事最強が守る、このタクタ城が攻められてるね。タクタ城だったら攻めてきてるのは上杉勢か。もうここは上杉勢に城を取らせるしかないですね。ちょっと上杉もだいぶ大きくなってきて警戒すべき段階に入ってきてますが、時間がいい時間になりましたので、今回はここで一旦終わりにしてですね、次回はいよいよ大変皆さんお待たせしました、反攻作戦の方をやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんお楽しみにしていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。